はい、それじゃあ、なんだっけ、何やるんだっけ、これ。超人だ。超人エズ。超人せよ。よし。あ、俺、ファーストストライク持ってきてるよ。あー、やっぱファーストストライクエズレリアルやっちゃうんだよな、俺。気づいたらファーストストライク持ってきてるもん。ダメだ、俺もう死んじゃう。ダメー、君に食べてきなさい。あ、でもこれキルラインだな。なんか死んだぞ。なんだこれ、このキルライン僕じゃなきゃ見逃しちゃうね。落ち狂ってやがるぜあいつ。あ、なんか APC 以外久しぶりにやるから変な感じ。だいぶだいぶいいね。あれ、フォーカス俺じゃない、終わってる。いやいやいや、こっち来てこっち来て。倒されました。いや俺がスキル当てたらな。敵を倒しました。はがね、いきまーす。はがね行くの。うん、面白い。はがねクリセプでしょ。ブラッドミア、いや無理だな。あ、そうだね、ヘカリムとあれじゃない、ジャックスじゃない、あと相性いいの超人。ジャックスでもわざわざ行くことなのかっていう説はあんだよな。着火された。オッケー、カムカム、チャッカチャッカ。あ、行く。当たってるんか、それ。ナイスナイス。いやマジか、俺なんか死んだ。シャンシャンか。まあまあまあ、いいか。超人弱くねえ。超人弱くねえか、俺。移動速度が 30% 増加する。あ、でも30はでかいか。やっぱメレーじゃね、欲しいの、これでも。レンジいらねえ。デリー？あの、確かにゼリーか。ゼリーで移動速度上げるのは悪くない。180円。ネガハ入るわ、ネガハ。オッケー。うん。投げね、鼻毛。うん。入ったー。俺の元気の源。ラブハートー。ラブパワー注入。パワーパフガールズ。取れる、頑張れ。俺が取った。
ザクチャク、ザクチャク、ザクチャク、強っ、ザクチャク、キリングスプリント、チーズなんかいらないさ、ものは試しだ。2手目に2手目に障子いってやろう。ただいまの記録53点、いくい、いや、これスウェインも鋼ある、鋼ありますか。うん、でもなんぼ、今110。わあ、でも思ったよりあるな。なんかレンジの方がためやすくね、これ。タンクちょいレンジ。うわ、俺うま。エズウルト駆け抜けの足ウルトでボンキューボンや今の。すごい、今めちゃくちゃ計算した今脳で。ああ、これがこうなってああなってああなるから、ここだっつって打ったら当たった。俺も同じこと考えてたら鼻血出そうになったもん、難しすぎて。だって相手の支援がさ、うん、4キルで75しか溜まってないんだよ。溜めれるか、ほな。うん。俺溜まりすぎとちゃうかって。110?まあ、200とか貯めれたらまあ美味しいよな、普通に言うだけで。そうだね、だからスウェイン、まあ、体力伸びたらやっぱいい。サポートのタンク力強化、タンク力の底上げができるのは悪くないよ。じゃあ俺頑張ったわ。もういい感じ。171。おお。AP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 。マーキュリアン。いや、ちょっとこれ今チャレンジするところだな。移動するハイドラ、タイタンハイドラはないやろ。でも俺3138あるよ。一番ヘルスある、ガレンよりシェンより。殴るか。いや、もう鋼試させてくれよ。あー、ごめん、ごめん。いいよ。鋼。なんか全然移動速度上がんない。オッケー、鋼溜まった。204。オッケー。おー、ダメージ返してやるよ。おい、いいあれだね。何いなかった。敵のタワーを破壊します。え、これ精進移動速度上がってる、これ本当に。力味方が倒されました。 30% ってこんなもんなんかな。チーズなんていらないさ。俺が 30% に期待しすぎだった。それ見てやばい。よかったね、それ。あれ、いや返しかっこよ、今の俺の。いや、かっこいい。天城越えからのね、ぶっ飛ばしね、天城越えからの背負い投げでしょ。うん、
ギリ届かんか。うまい。いや今の鋼のダメージ。俺のエズの勝率50% 超えろん。なんで俺40何パーな逆に。結構エズ強くねえか俺の。あーミスった。角度悪っ。でも当たってる当たってる。セラフィンじゃあ俺ねシェンにシェン狙ってた。あー敵のタワーを破壊しました。384、11分。相手のシェンの2倍やこれ。来てるぞ本当に。シェンより貯めれるんだな。やっぱシェンとかやっぱ CC で抱き寄せる系だよな。うん、もうタイタンハイドラも行ったら、もう全部行ったら俺もう全部行ったらエズで。逆に俺もタイタンハイドラ行ってみて。いやーないか。エズとかいうキャラクターはもう何積んでもダメージ出るからもう何でもやろ。だってガレのタイタンハイドラショットは絶対ないだろ。俺まずいね、さすがに。なんかいい感じじゃん。出て出て。グエンがもう強い。敵のダブルキル。ダブルキル。味方が倒されました。敵を倒しました。アディオス。ああ、一枚か。こい。敵のタワーを破壊します。やばいこいつガチだ。顔がガチ。危な。顔だけだった。危ないくらいがちょうどいいんだ。オッケー、タイタンハイドラも入ったぞ。移動中です。 HP 持っとくか。鋼も行ったろうかい。鋼もあの6個雨に鋼いったろかい。鋼はああ、もう遅いね。タイタンハイドラ積んだからあれや。 HP 高い方がええや。まあ確かに、うん、あでもありかもね。俺見て、俺全然削れないもん硬くて。なれなれ。ダメージ的にはどうなん。ええー、さすがにまあうんこではあるよ。でも味方が強いじゃんこれも。うん。最強だよ。いやもうちょっと楽しませてほしい。あいいいい、楽しませてくれてる、楽しませてくれてる。ウルト起動。鋼鋼鋼おじさん。55。鋼食べろ。鋼溜まってる溜まってる。601今最高記録。600。相手のシェンの3倍。シャットダウン。ガレン73。うん、今積み立てにさしたばっかりだから。え、精進エズってこのさ、精進になる理由ある。これなんかあんまり足早くないんだけど。え、山中ってこんなもんなんだね。移動速度ってどこだっけ、どこに書いてあったっけ。移動速度399。え、元が遅いんかな。399でしょ。400はでも一瞬で下がるね、マジで。減衰が早いわ、どっちかっていうの。
そうか、柔らかさがね、あの。パンテオン強すぎチャンネルこれ。パンテオン強すぎ TV の人これ。こっち硬すぎピーポーやね。普通に。減衰が早っ。超人の減衰早い。いや、スウェインしっくりくるな、鋼。しっくりじっぽり。いや、えぐっ。いや、マジで一番溜まった。でも最後、味方が強すぎて全然貯められんかったけど、集団戦ね。ず息が良かったね、チームの。うん、4万ダマゲーってことで、精進はゴミはっきり分かったね。メズじゃなきゃ負けてたよということでね、逆にね、エズは何使ってもね、強いってことが証明できたかなと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。